はい、ごちそうさまでございました。今日は生卵にレッドブル、トロピカル、ピンクグレープフルーツフレーバー、このドリンクをですね、エナジードリンクを混ぜて飲んでみました。まあトロピカルって書いてあります。で、確かにトロピカルなような香りというか味と言いますか、まあ酸味が若干ありますね。いつものレッドブルよりも若干酸味があるかなと思います。まあいつものっていう割には、こっちはあまりレッドブルはあまり飲まないんですが、まあオレンジかマンゴーかからないですが、こう柑橘系の酸味のあるそういうレッドブルだと思っていただければ大丈夫かなと思います。生卵50個との相性はグーでございまして、非常に飲みやすくなっておりますけれども、ゆうこの皆さんは絶対に真似をしないでください。まあ食レポもですね、私のこのライフワークは、まあ生卵を飲み続けることによる人体実験だけではなくてですね、ニュースレビューと、まあ食レポも私の大切な仕事だと思ってるんですが、まあ明日からですね、やっと食レポを再開しようかなと思っております。で、私、テレビとかにいるですね、まあなんか無責任なコメンテーターとか評論家の皆さんがですね、あんまり好きじゃなくてですね、やっぱこう、なんかすごいこう、偉そうに言ってるじゃないですか。だからこう、まあ評論家とかコメンテーターっていうのは、まあそういう商売も大切なんでしょうけど、やっぱりこう、現場で頑張ってる人とか、まあ当事者として頑張ってる人、まあ、プレイヤーに対する一定の敬意は絶対払うべきだと思うんですね。なので、まあ私も明日から食レポしていこうかなと思ってるんですが、できる限りですね、いい点を見つけて、前向きで肯定的なことを言っていきたいなと思っております。YouTube でわざわざね、ネガティブなことを言うのどうかと思いますからね。みんなこう暇つぶしに動画を見てるわけですから、暇つぶしに動画見ようと思ったらネガティブなことばっか言ってる奴がいたら、なんかそんな動画見なきゃよかったってなっちゃいますから、まあできる限り肯定的なことを言おうかなと思ってるんですけれども、まあ、今日はですね、この油そばを食べたんですよ。で、この油そばって多分リニューアルしたんですよね。去年か一昨年ぐらいは普通に売られてて、まあ、すごい美味しかったんですよ。で、当時確か200円ぐらいで、200円でこんなに美味しい油そばが冷凍で食べられる時代って、私、この時代に生まれてよかったわってなんか思ってたんですね。でも急になんかこれ発売されなくなって、私の味覚が世間と合わなかったのか、あんまり人気がなくて発売停止になったのかなとなんとなく思ってたんですけれども、リニューアルされたみたいで、最近またこれ発売されたんですね。新しくなったらしいんですが、で、今日これ食べてみたらですね、以前の方が正直美味しいんじゃないかと正直思うんですが、私だけでしょうかっていう感じですね。まあ、私の味覚ってちょっと世間と乖離してるんですかね。まあ生卵10個飲めるっていうこと自体、世間の一般的な人間の味覚とか感覚とかと、まあ若干ズレがあるのかなとも思うんですが、この油そばもですね、私は正直、まあこれ美味しかったですけど、美味しかったですが、以前の方が私は美味しかったと思うんですね、正直。まあ明日からね、まあこれ以外にもいろんなものを毎日毎日、いろんなものを食べるっていうのが大切だと思いますから、栄養のリスク分散のためにもね、いろんなものを食べていきますけれども、前向きな肯定的なことを述べていこうと思っております。はい、ということで現場から以上です。